ミニチョコと先に食べる。で、あとゼリーも一個とか。あ、ほらはい、リアルバッキョウです。今日はバレクです。パパレンズって言ってパパです。はい、バレクンですわ。ブーン、何だったっけ、ルー君、今日は何するの。タイトリー見ます。あ、ほんと。あとはお菓子紹介します。駄菓子をね、紹介していきます。カルパス、もう開けてますよ、食べるために。で、これは次はゼリー、飲むゼリーかな、これはね。そして次はこれ、なん、これはきなこ棒。きなこ棒です。そして麦チョコです。そう、麦チョコ、じゃん。で、そして次はポテトサラダ。こうかな。ポテトフライです。これはね、ポテトフライ。バル君、これ好きなの？で、次は、じゃーん、味カレー。これも美味しいよね。はい、今度は？チーズ。あ、そうそう。これはね、うまい棒ですね。うまい棒のチーズ。じゃあ、これを今から食べていきますか？うん。はい、あ、美味しいですか？パパも食べる。パパも食べる。わかった。じゃあ、パパは、この味カレー食べるね。味カレー。味からいただきます。ちょん、うん、あ、美味しい。味から美味しいね。エル君のカルパスはどう？美味しい。美味しいね、味カレー。やっぱこれカレーだな。あれか、味からはカレーです。うん、エル君のカルパスはどう？何味？ベーコン。ベーコン。次は何食べますか？カルパス。カルパスね。ちっちゃい、まあ、カルパスじゃないか。一緒じゃないか、さっきと。じゃあ、パパ、これにしようかな。うまい棒、チーズ味。僕も買ったね。さあ、ね、買ったね。開けれる？大丈夫？開けれる。開けれるか。じゃあ、うまい棒食べます。いただきます。いただきます。うん。おいしい。おいしいね。本当にチーズの味だ。りくん、どう？カルパスは。おいしい。おいしいよね。カルパスはおいしいよ。次、うまい棒いく？うまい棒いく。うん、やってみよう。開けるか。うん、すごいな。うん。チーズの味がするね。うん。まだ食べてないけどね、あなた。あ、どう？りくん。何味あげて。カメラ。さあ、何で出てくるでしょう。どれですか？これは何？ドラえもんか。ドラえもんのクーナッツ。何が出てくるかな。紹介してないけどね。ドラえもんだ。ね、ほら、ドラえもんが出た。これなんだ、海賊のドラえもん。でもこれドラえもんしか入ってないからね。うん。のび太。どっか行っちゃった。ということでね、バル君とのおやつパーティーが終わって、これからちょっとジムまで大胸筋トレーニングをしに行ってきたいと思います。ちょっと天気微妙だな。では行きます。が終わって夕食まで食べました。ちなみに今日の夕食はね、牛肉でした。美味しかったな。
今日はですね、ちなみに、まあ、昼から息子のバル君の迎えに行って、そして一緒に駄菓子を買ってきて食べました。うん、なんか今はね、結構先進的なお菓子っていうんですかね、そういうのがなんかたくさんあって、まあそれもいいんですけど、昔ながらの駄菓子みたいなのもね、やっぱりいいっすよね。なんか懐かしい感じで僕は大好きです。まあ安くて手軽に買えますしね。うん、そして今日は大胸筋トレでしたね。まあ、大胸筋トレの方はあのフライ、ペックレックフライの効果的な効かす方をちょっと紹介してきました。ということで本日はこういう感じですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いやいいよ、ケツみたいなのね、ケツみたいなのね、いるから、生きるため走る